赤線時代の須崎を物体にした映画、須崎パラダイス赤信号ポスター須崎は、東京都江東区東洋一丁目の九丁目。元禄年間に埋め立てられた土地であり、古くは深川須崎十万坪と呼ばれた海を望む継承地であった。明治21年に根津から遊郭が移転し、1958年の売春防止法成立まで吉原と並ぶ都内の、 代表的な遊郭が設置され、特に戦後は、須崎パラダイスの名で遊郭に親しまれた、観楽街であった。なお、現在の墨田区向島五丁目にあたる地区もかつては、須崎と呼ばれていたが、牛島神社、三巡り神社の旧地や長明寺などが、近世以前から存在する古くからの存落で、現在はどちらかといえば、明治期創業の、ことと言い団子に起因する形で、 おとといの名で知られている。他に、千葉県、神奈川県にも、同名の地名がある。須崎を参照。名所江戸百景、深川須崎十万坪、国定、江戸自慢三十六郷、島崎、潮光江戸時代初期頃、江戸城への運搬船を通すための水路として、小なぎ川などの河川を整備し、その川口付近の湿地帯を鳴らした。 この付近はまだ満潮で冠水する状態であったため、逆に水路とあぜを排して、養魚場が発達していった。完成3年9月4日、須崎一帯を台風による高潮が襲い、周辺家屋を飲み込み多数の死者を出す、大惨事が発生。幕府は以後、高潮に備えて、須崎一帯に家屋の建築を禁止した。その後も養殖業は依然として盛んに行われ、また、 潮干狩りの名所として発展していく。江戸後期には東に房総半島、西は芝浦まで東京湾をぐるりと手に取るように眺められる継承地として発展し、初日の出の名所として人気を集めた。1887年までに富坂に東京帝国大学校舎が新築される計画が策定されたため、風気上の観点から直近に存在した。 根津遊郭の移転計画が発足。しかし、最大の歓楽街だった吉原に受け入れの余裕がなく、1886年6月に、須崎弁天の東側の広大な湿地を整備して移転することとなり、現在の東洋一丁目に須崎弁天町が誕生した。1888年深川須崎遊郭の開業式が挙行された。 1893年に退化があったものの、大正時代末期には300件前後の遊郭が、ひしめき、吉原と双壁をなす規模の大観楽街と同様に、辰巳の異名を持つほどに発展した。第二次世界大戦により、深川地区は激しい空襲にさらされるようになり、1943年には須崎遊郭の閉鎖令が下され、跡地は軍需工場等となったが、 1945年3月の東京大空襲で、須崎は、ほぼ完全に海人に返し壊滅した。第二次世界大戦終結後から半年で、須崎遊郭は、大門通りより、東半分に、須崎パラダイスの愛称で復興した。その規模と海の直近という風情から、吉原以上の人気を誇る、観楽街として、流星を誇った。 1956年制作の映画、鈴キパラダイス赤信号には、ロケにより、王子の華やかな鈴キの様子が記録されている。その後、1958年4月1日に施行された、売春防止法により、鈴キパラダイスは74人の歴史に幕を引き、静かな住宅街へと変遷していった。1967年、 照明の変更に伴い、須崎弁店長1丁目、2丁目は、江東区東洋1丁目となった。ありがとうございます。